横浜 FC 今日のメンバーです。ゴールキーパーは市川です。ガブリエル、ドカ、福森、山根、ユーリララ、井上、中野、カプリーニ、小川、そして高橋俊樹です。アウェーのジェフユナイテッド千葉、こちらもメンバーを今ご覧いただいています。ゴールキーパーは藤田です。出場停止明けて高橋一生が戻ってきています。山越、佐々木、日高、エドゥアルド、田口、田中、横山、ドゥドゥ、小森という11人です。山根がいったが山根のファール。ドゥドゥクイック、ボールはこれ認められています。かわした日高、小森が呼んでいる。日高後ろ、横山スルーした、田口左足、クイックリスタートからチャンス作りました。ジェフユナイテッド最後田口、際どいシュートでした。田口のポジションをしっかり確認してこのワンタッチですよね。真ん中ちょっと空いて、そこを見ていたガブリエル、ユリララ狙ってた。ドゥドゥ、ドゥドゥ、ドゥドゥのシュート、前線から引っ掛けてまたチャンスを作りました。ジェフユナイテッド最後ドゥドゥのシュート。おお、田口粘ってつないで日高、中央入ってきた、小森、ストライカーらしくファーサイド待っていました。小森ヒーロー、カットした高橋一生、体入れてキープ、田中和樹、ワンタッチで高橋一生、横山、横山、小森、オフサイド、オフサイド、オフサイド、いい崩しではありましたが、小森の位置がオフサイドポジションだったようです。前から、ね、ゴールキーパーまでプレスに行ったんですけど、小川のところにうまくつながれちゃったんですよ。高橋一生、山越、佐々木、ロングシュート、まあ、おそらく相当走らされてるっていうところも関係してるんじゃないですかね、はい、山越から高橋一世、アーリークロス、ヘディングシュート、エドゥアルド、ドンピシャ、頭で合わせたエドゥアルド、いいクロスの高橋一世です。先制はアメーチーム、ジェフユナイテッド。いや、完璧なクロス、完璧なヘディングでしたね、田中和樹が左です。ガブリエル真ん中へスルーした高橋俊樹、小川圭次郎、小川圭次郎シュート、ワンタッチあったようです。コーナーキックです。フリーに合わせようとしましたが、もう一回中野巻いてきて抜ける、ガブリエル、ガブリエル2つ決定機、ガブリエル、このセットプレーの流れからでした。なんとか残しに行った高橋一生、福森触って高橋一生、おー、ワンタッチ、どこか引っ張り出して田中和樹、流し込み、オフサイドはないか、いや、逆サイド来た、ドゥドゥのシュートを見てしまいました。田中和樹はもう一度流れ中へ、エドアルド来た、エドアルド来た、おー、ユリララ、あるユリララ、田中和樹取って向かうコントロールします。ここよく戻りましたよね。ここ戻ってなかったらシュートまで打たれたような場面でしたけど、ジェフユナイテッドは小林雄介も準備をしています。福森のクロス、中村打つか、中村、いいシュートでした。中村拓海、森、パチ、こぼれて村田、藤田がよく弾きました。千葉、村田、前が空いた、村田、アドバンテージ取ってる、村田、村田のシュート、決まった、村田斗真決めた。
追いついた横浜FC1 対1。スライディングさせて横に鳴らしてからサイドネットへのシュート、見事ですね。中村から桜川、村田、1対1の状況。ジョアン・パウロが縦に受ける。ジョアン・パウロを使い、ジョアン・パウロ折り返し、後ろ左手伊藤翔、今度は伊藤翔、2対1です。いやー見事ですね。うまくねここねジョアン・パウロポケット入って、伊藤翔もね前に入りすぎることなくねセカンドのところでポジション取れてますよね。あとは特筆すべきは全て途中選手の途中交代の選手が関わってますよね。ここら辺の横田監督の監督采配も見事だったと思います。でもタイムアップ、横浜FC逆転勝ち、2対1です。